2009年中国杯は2009の2010年シーズンのフィギュアスケート競技会中国杯で国際スケート連盟主催2009-2010年シーズン ISU グランプリシリーズの第3戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2009年10月29日から11月1日にかけて中国、北京市の首都体育館で行われた。2009 2010ISU グランプリシリーズ全6大会男女シングル各12名ペア各8組アイスダンス各10組の出場選手は2009年世界フィギュアスケート選手権の成績2008から2009年シーズンベストスコアランキング2008から2009年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキングおよび過去の世界選手権の成績に基づき1選手 最大に大会まで選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体である中国スケート協会に対しては、今大会の各種目定員のうち最大人の出場枠が用意された。幼長小家明、龍園高評愛、東佐と市博、一名組、各加名名、毛う一組が選出された。招待選手の出場自体はなく、 開催国選出の五家明が出場を辞退し変わって、関金林が選出された。また各家命名、もう一組が出場を辞退したものについては、追加選出がなされず、アイスダンスは9組での競技となった。ありがとうございます。